おはようございます。まあ、今日はね、大事な重大な話があります。重大な話ですか？重大な話、はい。ちょっと社長に3000万の買い物させますわ。マジで？え、3000万ですか？1、2、3、1、2、3の3、1、2、3。お前はもうとりあえずカメラ回しとけばいいもんでな。分かりました。とりあえずまあ社長に会ってその話をするから、はい、その時に分かるわ。分かりました。まあまあすげえ買い物だからね。3000万。3000万。まあちょっと別に YouTube の企画とかじゃないけど、あのガチガチのガチの俺のお願いお願いお願いがまず3000万だからね。まあとりあえずじゃあ社長のとこ行ってみましょうか。はい。キャバクラで考えてワンセット1万円だとして3000回いけるよ。すごい。まあ、キャバクラ1個買っちゃうかもしれん。おはようございます。あ、おはようございます。失礼します。失礼。大事な話ある。大事な話？はい。もういいって。お疲れ様です。無理。大事な話ダメだって。いやいや、俺はお前に大事な話じゃない。はい。いや、僕思います。何ですか？今日なんですけど、うん、あの、そうそう、あ、いいですか？まあ、前回、うん、インスタで会社を買ってくれって言って、ああ、そうだね。インスタに、インスタに、まあ、足早さんがやっとって、はい、まあちょっと調子も悪いもんで、はい、で、まあ買ってくれんかみたいな話が来て、はい、まあじゃあ一回材料とかもあるし、トラックもあるんで、まあ、俺らも取っても悪い話じゃないから、はい、一回じゃあ会って話しましょうかって言って、はい、会って、で、まあぶっちゃけこれ先に言いますけど、今日もこの撮影してるのはもう知っとって、はい、まあ、その社名とかはもちろん言えないけど、まあ、勉強になるかなと思って、みんなもね、あの、はい、何言ってたら、やっぱ会社ってやってるとこうやって売れることも、売ることもできるし、もちろん、あとはまあ塗装屋さんやってて、今度足場やりたい、逆だったかな、足場屋さんやってて塗装やりたいって言ったら、まあ、会社買うっていう話もあるし、声かけると案外出るんですよ。それ専用のコンサルタントなんかもあって、俺もね、声かけられたりするんだ。メルカリ道場を買いたいって声かけられたことも何度かあるぐらい、やっぱそういう話も動くんで、まあ、ちょっと勉強になるかなと思って、はい、はい、で、ちょっとまあ僕らのやらせ感ちょっと聞いてて、いや、いや、はい、やらせ感バンバンっすかね。何ですか？で、まあ行ってきて、まあ会って、うん、まあ喋ってきたんですけど、うん、ちっちゃいまあ会社なんで、うん、まあ、ほとんどまあ資材とか材料とか、うん、まあ土場、まあ、全部見てきたな。全部見てきて、うん、ほとんどまあ買えるもんって言ったらまあ資材トラックぐらいなんですけど、うん、まあ実際何、足場資材どれぐらいあったの？うちがまあ買い取ったりするぐらいの単価ですよ。うん、単価でまあ大体、まあ、中古の買い取り値段、中古の買い取り値段で、物は良かったの？物はやっぱりまあまあちょこちょこ使ってるもんで、うん、そこまでめちゃくちゃいいとは言えんすけど、うんうん、足場材なんか何十年も使えるんで、うんうん、でもいいは良かったですね。あ、足場材もいいし、まあ、トラックもいいし、うん、トラックもちょっとガタガタだったっす。で、結局は会社は買うの？買わないの？買いたいの？いや、微妙ですね。どこまでだったらいいかなって話は、まあ、資材ぐらいですかね。まあ、会社買うんだったらまあ、なんで会社買わないの？だって、かわいい事務員さんでこったりいや、かわいい、定期通だってお前、もう会社、最初会社買ってくれてたんでしょ？会社買ってくれていました。なんで、いや、何、材料だけにしようかなと思ってんだ。そう、材料と、もうその材料ぐらいですね。もういいやん、会社買えやん、なんで買わんの？いや、だってなんか可愛い事務員さんとかいないっすもん。もうこれやるか。いや、ちょっとやるじゃないよな。まあ資材だったら、まあ、ある程度値段は決めて、まあ値段決めて、まあ資材だったら買ってもどうかなと思ったんですけど、うん、大体の値段は出とんの？もう大体値段出てます。いくらぐらいだ？3000万っす。3000万な。はい。まあ、なんで視聴者の皆さん、俺驚かんかって言ったら、俺知ってるから、ね、からここで俺驚かなかった、マジかって言って言うくだりだったけど、あ、間違えたと思ってだけど、まあまあ3000万で買ってくれと、はい、まあね、ちょっと高いかなっていうところだよな。まあ、まとめて買えるでいいけど、まあぶっちゃけ今仕事薄いしな。薄いっすね。材料うちもまあそんな、まあ、回っとるけど、はい、まあ、逆に空になったらかんねんな、足場材って。空になったらなんかってドーンってなった時に動けんようになるといかんので、はい、動ける体制を作るのにはいいのかなとは思うんですけどね、うん、で足場資材とその、まあ、トラックで3000万でしょ、ぶっちゃけ。いやでもトラックはちょっと いらないんですよ。あ、そう、お前それさっきと打ち合わせ違うやん。え、なんかトラックなんでトラックだって可愛い事務員の下りでお前おかしくなったんちゃうん？
もうこれ事実とその打ち合わせが混在してるもんで、わけわかんなくなって俺もうお前が本当に言ってんのか、これ事実の話が絡んでくるもんで、そういうことやな。あ、トラックはなしで3000万ぐらい、まあ、次第だけで、はい。あ、トラックまた別なんだ。トラックまた別、うん、まあ平米もまだちょっと出てないもんで、まあその実際にはまあじゃあまだ OK は出てないんだけど、はい、まあ俺がまあ、まあ、2、3000万で買ってほしい、3000万で買ってほしい、はい、っていうことをまあ今日言いに来たわけだよね。今日言いに来ました、うん、でまあ俺が答えるっていうので、サムネはすごいですからね、社長に3000万 の、 あの買い物させる、そう、多分ブワーンって出てますから。ああ、でも俺買わないまあでも材料は買ってもいいかな材料はいいっすよね。まあ言ってその銀行から金借り取る金もあるし、まあ、はい、借りれるしな、また、はい、その分で、いいのはあの原価償却費が落ちやすいのかな。そう、いや新品って3年か4年じゃない、足場って。でも中古の足場材って2年で落とせるもんで、はい、で1年目で、ね、60% か70% 落とせるのは、はい、ってことはそんだけの利益が例えば今年3000万出るんだったら、まあ最初の1年目に2000万とか落とせるので、へえ、確かな、はい、もうちょっと税理士さんにちょっと詳しく聞かんと思うから、月単位でちょっと削られるかもしれんけど、決算1年だもんね、呼んでみますね、分からん、税理士さん呼んでみます、税理士さん呼んだら、まあ、動画をあの視聴者2時間ぐらい待たなかったから尺が安いと待ってるやろ2時間もお前俺喋るお前トーク力持ってんのお前それお前事務員のくだりでお前下手くないよそれ、何や、なんでその会社は買わなかったの。いや事務員が買いぐらいあったんすよ買いぐらいあったんすよでもぶっちゃけは本当事務員いない会社、事務員いない会社、まあ、なんか多いっつったな、もう奥さんぐらいそうってもう一個なんか会社買いたくない理由ってもう一個言ってたじゃん、場所が田舎すぎるんですよ、うん、だって今ここあのまあ豊島なんで、うん、まあ本当のこと言ったらですよ、10分中国別に高速使って走りゃ錦まで行けるんですよ、うん、キャバクラ行けるんですよキャバクラがあるんですよだからそこら辺のご主人に住んだとちょお前笑ったんだって、お前笑いすぎだろキャバクラ行けんもんね遠いっすもんまあけどまあまあね、その人とまあ俺らでまあ話は進めとるんだけど、はい、まあ実際にまあ足場次第は俺らもいい方向で今動いとるんで、まあ会社はまあ持っとるでな、まあ、持っとるもんね、まあ、1個2個あっても、で、うん、僕今一応責任者やっとるじゃないですか、うんうん、でももしもう1個できたらじゃあそこに誰が責任者立つのってなっちゃうんですよね。ああ、そういうことな。そうなった時やっぱ僕、まあ、デイジかで、同等になっちゃうじゃないですか、うんうん、で、僕嫌なんですよ。ああその値段もちゃんと入れて今一番自然だった俺なんかもうそこに乗っかれんかったごめんごめんごめんこの3つだとだけど、この3本ちょっとどっかで入れようかって言うんだけど同等になるんで嫌ですって言って、その嫌がる理由っていうのをふざけてね、まあ、夫はちゃんと もっといろんな、まあ、打ち合わせの中できちっと話して、まあ、お前も打ち合わせぶっちゃけ1回じゃないもんな、はい、何回もしてやり取りしながら調整して今やっとるんで、まあ、でも実際に、はい、ね、足場の会社は3000万、4000万じゃなくて、まあ、売り上げとしては、まあ、まあ、あんまり売り上げとか言っちゃうと分かっちゃうとあれなんですけど、場所とかもちょっと言えないんだけど、はい、それなりの、まあ、ちっちゃい規模だと事務所って言ってもその機能してないもんね、今してないですね、うん、あとはまあお客さん持っとるぐらいだよな、まあ、実際に買ったのか買ってないか、またこの続いて動画に出せていけたらまあ出していこうと思うんですけど、はい、まあ、これぐらいの量でこれぐらいの金額だよっていうのは、まあ、でもちょっと、うん、まあその一月でちょっと厳しいかもしれないね、まあそうですね、一月は、うん、まあ、俺も本当になんか、まあ、最初に言ったか、会社うち声かけられたって言って何回か手紙が来るな、はい、でしかもすごいね、あれでしょ、社長の家調べて社長の家に送ってくる。マジですか。やっぱ社員に見られたらあかんもんね。多分ストーカーじゃないですか。ストーカー。カミソリ入ってなかったでした。こうピッて。カミソリ、カミソリ別にカミソリごと割れてくるで。俺の手やもん、記念。カミソリごとにね。いつ怒るか。手いて手いて。全然何も刺さってないのに手いて手いて。お前さ、やっぱさ、なんかこういうこと喋ろうかって言ってるけど面白い。まあ面白いよな。はい、買う話って悪くないから、まあ、俺の周りでもね、やっぱ俺の先輩とか同級生の経営者でもやっぱしっかりしろくわ、じゃあトミの会社にとって鉄工所買ったとかね、まあ、それも、うん、あいつおるじゃん、あ、はい、うん、でああやって、まあ、いろんなのがあって、まあ、みんなもちっちゃい会社だって俺ら関係ないんじゃないのと思うと思うんですけど、結構ちっちゃい小規模なんかあるで、何百万単位の話とかもあるし、はい、今なんかホームページも売ってるんだよ。マジっすか。そうそうそう。でちなみに足場資材とかまあ、トラック関係は、まあ、うちは別に買ってもいいよな、話だったら。まあそうですね、まあ、これちょっと大きい話が、これ3000万がまあね、まあ値段だけど、また平米数の材料の質で、なんかでもトラックも見てきたんですけど、まあ、まだやっぱちょっとガダも終わったし、うん、まあ、トラックはちょっと微妙だよな、微妙です。うちも新車で4台買ってますもんね、うん、あとキャンターじゃないっていうのもあるんです。
キャンタ、やっぱ僕らもさ、本当に足の全部キャンタでそれ言ってますよ。何でもいいんだよ、別にそんなもん。よくないっす。俺の金やですよ、お前。そうっすよ。でも、社長の金は僕らの金さ。社長の金、使うのが仕事。使うのが仕事。俺、お金貯めるの仕事。俺、お金使うの仕事。いいはけ口になるんすよ。お前、嬉しそうだな、お前。どういう構図だ、お前。いい構図っすよ、もう流れてる。まあ、またそれが金を生むでな、はい。変なもんに使うわけじゃないもんで。はい、うん、まあ、でもいいやろ。足場買うとかは全然。まあ、そう、うん。で、まあ、買取道場ってもやっとるでしょ。やってます、やってます。買取道場も。なんか、自分たちの紹介みたいな最後になっちゃったけど。最後、ね。まあ、ここに入ってるんで。ここに入ってますんで。やってます。ここやってます。まあ、トークとか取りに来てとか、あの、プロでやってるわけじゃないもんで、やらんけど、ただ、その中古買取屋さんより高く買ってるな。買ってます、買ってます。変な、もう細かいことは言わんけど、はい、その代わりも持ってきてとか、もう俺ら自分で運びに行く。あと、フォークリートも欲しいな。フォークリートも欲しいですね。フォークリートは今ちょっと、まあ、新車でまた買おうかって言ってるけど、ぜひまた声かけてください。お願いします。できるのがなかった。あ、でもなんか、それは初めて聞くこともあるんじゃないですか。やっぱ、もうぐらい経験して勉強になったら、こんな話あるんだって。そうですね、会社を買ってくれたもんで、会社なんかどうやって買うんだろう。人間も売ってんだと思ったんで、うん、そういう意味じゃなかったですね。人間売ってんだと思って、まあ、人間はちなみになんで、あれなの。人間はあのちょっと怖いなと思ってまあ一応これもネタだからねあ、そう、そんななんか言ってたら、あ、それも面白そうだねって、でもまあいいや、それはとか言ってたやつ、家ぶっこんできて、まあでも人はね、今来られても、じゃあその人たちの生活守ったらなあかんもんで、まあ、そうですね、そうすると、まあうちも今ね、あの教育業者っていうか、応援してくれてる人たちもおるんですけど、まあ、その子たち切ってまで使うっていうのは、まあ確かに仕事はできるかできないかは、はい、まあ別として、まあそれなりのね、あの仕事はできると思うんだけど、あとはまあやっぱカラーに合わんかもしれないしね、まあそうですね、やっぱ外から、人が入ってくるっていうのは、なかなか、あの別会社でやるならいいんだけど、はい、合同でまあ、じゃあ一緒にやろうかって言ったときに、まあ、合うか合わんかで、結局、まあ、辞めていくことの方が多いらしいです。俺はその実際にまだ会社買ったことないので分からんけど、はい、やっぱ会社買って、もうあの、その会社で社長とか誰か送り込むっていうのがいいんだけど、はい、ちょっとずつ染めてってあげられるから、はい、だけど一気にクチューンってなっちゃうと、やっぱ結構辞めてったよっていうのは、半分以上辞めてったほうが効くけどな。まあそんな感じです。こういう話もね、ちょこちょこ盛り込んでいこうかなと思ってますんで、はい、やっぱ経営の勉強になる話ちょっと面白いよな。面白いですね、うん、で実際に俺らやっぱ規模がこれぐらいなんで、こうやって動く話っていろいろまたみんなと違う目で見れるような話ってね、同じ塗装屋さんとか芝居さんにとってもまた違う動きってあるじゃん。はい、で普通の会社って社長がおって社員がおる会社と、やっぱ社長、あの社員がおってやっぱリーダークラスがおって、まあ今行ってマネージャーとかになりつつ、はい、4階建てになりつつあるような会社で、はい、やっぱまたいろんなこと学びがあると思うので、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。またねー。また見て。疲れた。